皆さんこんにちは、豊洲亮です。今日は山下エンジニアリングさんの山下さんが先日買ったモンキーとあとベンツの方を見に私の工房の方に来てます。でそれと同時に TW の方がちょっとエンジンがかかんないキャブだと思うんですけども、そのキャブの調整を山下さん自らやってもらってます。今キャブのガソリン取ってるところです。そこからスタートでお願いします。しましょう。一応ガソリンを全部抜いたんです。ええ。やっつけちゃってもらっていいですか。どれくらいやるかですね。ちっちゃい六角ですね。ちっちゃい六角。あ、全部。スナップオンとか使わないから、結構スナップオンにビビってます。スナップオン。スナップオン、俺若い時から大好きなんですよ。ちょっとガソリン古いかもしれないですね。あ、そうですか。散々走ってますからね。こうはでも思ったよりかは、あれがあればいいですよね。もう一個お皿ないですか。お皿。お皿。お皿ありますね。そんな大きくないですよ。あ、いいっすよ。あのバラした。あとドライバープラスアルファ。まあ、中は思ったよりかはパネルの割に綺麗です。今それ冬用ですよね。そうっすね、結構濃かったんですよ、もともと。今でもちょっと濃いめなんですけど、115っすね。ジェットですよね。そうっすね。あ、今日うちの T シャツ着てるじゃないですか。そうですよ、もうあの今日は撮影だと思って怖いな、なんかスローが37です。37、はい、いけそうなカーブ、はい、ガソリンがちょっと古そうな感はありますけど、うん、それが気になりますね。ガソリンは全体は、はい。山下エンジニアリングの山下さんが今日は工房来て、そうです、山下さんの Vlog を山下さんが撮っているところを私が撮っています。ちょっとエンジンかけたりしてもいいですか。あ、どうぞどうぞ。エンジンかけるときぐらい、まあ、ちっちゃいからあれTW の方で、古いっていうガソリンを捨てて、で今新しい燃料を買ってきてもらいました。怪しいな。
このバッテリーどうしたんですかね。最初だけ、うん、多分蓄電してる分で最初アイドリングできるんですけど、電圧が落ちて回転が落ちる可能性がある、うん、今の症状だ。してる分をその最初の初爆のアイドリングで使っちゃって、で次からアイドリングできなくなるみたいな感じなので、ちょっとこれでしばらくつなげて待てばまたかかると思います。でもどっちにしろバッテリー変えないとかなんですよ、この状況だと。まあ、とりあえず今ちょっとこれつないで少しは充電させてみて、これですっていう。すごいですね。山下さんが出張で仕事にならない仕事をしてくれてますあ、それはお礼として、彼はしゃぶしゃぶをご馳走してくれるそうです。あ、撮ってるしゃぶしゃぶでいいですかね。すき焼きでも、いや、なんでもいいですよ、寿司でも。うん、あのそこはもうそこであの契約してもらって。この動画回してって撮りたいとこあるんですけど、企業秘密な部分もあるんでなかなか回り込めない、すみません、こちらから失礼してますが、この TW200 の方はあれなんですよ、バッテリーレスキットが組まれてて、で、納車した時はエンジンかかってたんですけども、でもね、バラしてるうちにエンジンかかんなくなっちゃいました。あ、これがついてるからか。あ、そうか、それが電話してるのか。なんか変だなと思ってます。食べられねえな。じゃあ、どっち、うん、今閉めちゃったことですか。セーフライトで。接触割れとでもマイナス。マイナスになるのか。あのガラガラ押してっちゃっていいですよ。持ってきましょうか。ね、多少されてると思う、はい。僕のあれが合ってればこれで少しアイドリングできるはずなので。でもバッテリーっぽいですね、本当に。そうそう、繋いでてかかるってことは、はい、ということは新しいバッテリーが来てそこくっつけてあげれば、はい、多分これあの普通にアイドリングできるようになると思うんですけど。やったぜ。しかし小山さんさ、エンジンかかりそうじゃない？うん、かかるね。あとはさ、もしかかんなくてもキャブ見たりなんかすれば。
ちゃくちゃ乗りやすいです。そしては走りたい。お気をつけください。